スーパーマリオメーカー、ジャンプジャンプジャンプ、タイミングジャンプ。やっていきまーしょう。ふう。こうかな？お、怖っ。最初からいきなりハードだな。こういって、こういって、ほうほうほう。あ、でもここ抜けれんじゃん。オッケー。まずい。いや。もぎれるよ。あぶねえ。1、2、3がりー。あぶねえ。落ち着いてー。はい。はい。はい。なるほど。こうだね。ね、踏んでもらっていくんだ。1、うわー。急がないとダメなんだろうな。あぶね。オッケー。待って。待って。あぶね。あぶね。耐え切ったぞ。うわ、届かない全然。楽な方を選ぼう。あぶね。おりゃ。うわ、惜しい。よし。持っていく。オッケー。これ、2マスだと持っていくの辛いよな。ショートカットできるんだけど、あえてしない。次からします。いや、でもできれば、できれば、メット被っていきたいんでね。これも微調、おお、びっくりした。微調整系かな？うわ、最悪。あー、生きてるよ。おー、結構でかくね？おー、めっちゃでか。おー、でっか。5？ いや、4だな、多分。4の縦揺れだな。ここに乗って、こう、うん。うわー、オッケー。別に3段じゃなくてもいけるやつですね。意外と時間が、ない。あ、やべ。そういうことか。じゃあこれ。怖オッケーオッケー。ああ、なるほど。できればあのメット被りたかったな。これ全部行くんだね、ということは。お、クッパ。クッパは余裕だね。いいか、もう踏んでっちゃうか。おう。あと一回。危ねえ。危ねえ。一番右に乗りたい。よし。もういけますね。もういける。もういけるはずなんだけど。ボンミスが。はい！危ねえ。ふふー。ここ3段すると楽でいいな。はい。よっ。ほ。危ねえ。ちょっと待ちましょうね。ゴー。撮影中にね、地震が来るっていうね。はい。まあでも、
震度 4? 震度4かなって感じですかね。もうこれはここ行っちゃいましょうか。どうせキノコもらえるからね、ここでね。それよりその後被弾しないことの方が大事だな。この降ってくる甲羅怖えよ。OK。あぶねえ。OK! でっかいもので来れた。厄介なのはこれか。いや、先にメットもし取れるんだったら取っちゃった方がいいから。いや、これは運ゲーだからしょうがない。お、来れた!やった!ラッキー。取ってこようか。今度は踏むんじゃなくて持ってかないとダメですね。怖え。危ねえ、怖え。でっかい弊害があった。オッケー。で、これと。しっかりこれ乗って、これ乗って。おりゃ!よーし。これ踏んで、オッケー。完全勝利じゃん。はい、お疲れさんでした。これクリア率 0.04% だったんだけどね、意外といけちゃいましたね。ふっふー。多分気づいてるかもしれない、浮遊バグ。ん?あ、これゴールしてからのバグなんだ。バグではないか。あ、バグなのかな?どうなんだろう?メタルハムスターズさんのようなコースを作ろうとしたが無理だった件。あれですよね。バグ系コースですよね。メタルハムスターズさんのコースって、俺結構、似たようなやつ見たことあるよっていうのが結構あるんだよな。実は。パウのやつとかさ、パウのやつとか俺、別のコースでやったことあるけど、みたいな。結構ある。そっか、そういうことか。スター取って、で、嘘だろ?うわぁ?これってヒップドロップじゃダメなんだっけ?あ、これでいいんだ。ヨッシーでもヒップドロップできるんだ。ヒップドロップじゃダメなんじゃん。これは、バグ系コースじゃなくて謎解きコースだったね。まあこれはこうだよね。これは間違いないはず。何も思いつかねえな。被らずにこれ投げたらどうなる?落ちないか。お、いけた。よーし、来た。見えた、見えた。やった、ゴールだ。諦めなくてよかった。やっぱ諦めちゃダメだろ。やべえ、かぶっちゃった。みー間に合わねえんだけど。でもこの辺かな、ポン、この辺かな。これギリギリ立って、ヘイク、ここ行きます。はいはい、ここ。 OK。 ブラックパックが復活しちゃうんだよな。オッケー、大丈夫。ふぅー。やったぜ。お疲れ。あ、よしが置き去りになってしまった。おー、時間かかったー。サムネ見た今。いける。半沢直樹って書いたんだな、多分。半沢って書いたんだね、これはきっと。やべやべ。入ればいいのか。取っちゃダメですよ。クッパファイヤー当たった方が良さそうだ。
もうビビるわ。さすがにビビるわ。え？戻れねえ。あ、違う。クッパ倒せる。あぶねえ。で、これか。あぶねえ。中間。食らって、取って、食らって、取って、食らって、取って、スター、取って、戻ると。オッケー。で、入ります。オッケーオッケー、先進め。一回食らった方が良さそうだ。またクッパが。ファイヤープリーズ。ファイヤープリーズ。Thank you. ファイヤープリーズ。Thank you. ファイヤープリーズ。Thank you. よし。ファイヤー、ファイヤー。Thank you. Yeah.100倍返しだ。イエーイ。サムネ見せますね。すごいよ。はい、じゃあ今回はこれで終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。